連れて歩くような状況でない。当然うちの隊長は話してやれと言うだろうと思ったけれども、隊長はただ一言、処分せい、つまり殺せということで。在杀他的时候你敢看他吗？因为我想可能第一次杀人自己也是害怕的。そうそう、思わず目をつぶって刺しましたから、その時の瞬間の顔というのはわからない。離れていた時にはお互いに目と目を見合っていた。しかし走り出すその瞬間には思わず目をつぶっていた。刺刀扎进去的瞬间您也是害怕的，所以把眼睛闭上了。什么时候眼睛睁开了，看到的是什么？目を閉じて刺して引いて、そして目を開けた。彼の表情は見えた。そして刺してすぐ引かなければ相手の人がこうねじれて倒れるから剣が抜けなくなる。だから刺してすぐ引く。そうすると横へ倒れて川へ落ちて流されていく。去屠杀的这种感觉在战争结束以后会经常出现在脑子里面吗？そう、出てきた。やはり夜中にそういう夢を見たり、それから何かこう映画やテレビやで人の死ぬとこを見たりする瞬間にその人の表情が目の前に浮かんでくるっていうことはありましたね。后来还有过多少次？你在战争期间一共杀死过多少中国人？だかどうかってことはわからない。うんうんうん、目の前向かい合って刺し戦ったっていうことはその人一人だけど、遠く離れて鉄砲をポンポンこうお互いに打ち合った時、それが当たって向こうの人が死んだかどうかってことはこっちは分からない。如果比起其他人来说也许您的这种杀戮是很少的。そんなことはない。それはね、あなた、僕ははっきり言うけれども、一人を殺しても十人を殺しても罪は罪。一人を殺しても十人を殺しても人の命を奪うということにおいては何も変わりない。参加过战争的老兵啊，这种有这样的想法是多还是少呢？いや、これは口にするしないに関わらず誰もが心の底にみんな持ってると思いますね。心の底にみんな持ってるが、ただそれを口にするかしないか、あるいはそれをもう無理やり押し込めて忘れようとするか、それはその人その人のことであって。难以释怀，屠刀上的鲜血是他灵魂最沉重的背负。戦争体験というのは、すべての体験者にとっていわゆる負の思い出、いわゆるマイナスの思い出なんだ。1100次忏悔演讲，他在日本土地上散播反对战争的种子。戦争とは絶対にやってはいけないんだ、あってはならぬことだということを感じたという感想文。ほとんどみんながそうです。Thank you.
1945年8月15号，日本天皇发表诏书，正式宣布日军放下武器，无条件投降。中国人民经过8年不屈不挠的斗争，终于迎来了民族的独立和解放。在南京中央军校的大礼堂里举行日本投降签字典礼，日本投降代表冈村宁次大将、小林中将也在8:45到场。冈村大将签字完毕，于是日本民族的命运做了最后的决定。此时的中国成了一片欢乐的海洋，而本多利太郎则作为投降日军的一员，随部队被遣送回国。回到日本的本多利太郎成为了一名银行职员，他娶妻生子，过上了看似平静的生活。然而时间的流逝并没能冲淡他心中的罪恶感，反而随着年龄的增长，他对生命和尊严有了越来越深刻的领悟。曾经在中国的侵略与屠杀也让他越发不能释怀。1986年2月，他开始在日本各地进行反战演讲，揭露日本军国主义的侵华罪行。至今他在日本国内所做的演讲已达1100次，听众累计达18万人次。第一次讲演是面对谁？听众是什么人？その僕の家の近所の青年が、私が戦争に行ったってことは、まあ年頃から見てわかるから。で、本田さん戦争行ったそうだけども、本田さんのその戦争の体験をうちの仲間に話してくれませんかということがあって行ったのが第一回なんです。でそれでもう終わると思ったらその話を聞いてまた僕のとこだん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 広がっていって。听过您讲演的人对讲演的反应是什么样的？他们能不能理解您当时的那种感觉？私はとにかくね、1108回までけども、小学校、中学校、それから高校、大学、まあずっと学校行ってるんで、その子供たちから感想文が、聞いた後の感想文が来るんですよ。その感想文に私が一人一人にこう返事を書いて送るんだけど、みんなね、私が伝えたいと思ったことをきちっと受け止めて、そして戦争とは絶対にやってはいけないもんだ、あってはならぬことだということがを感じたという感想文、ほとんど皆がそうです。ちゃんと分かってくれてる。これは子供はきちんと決してむしろ大人よりもそういう理解力はある。除了青少年，本多利太郎演讲的听众还遍及日本各个年龄段的国民。许多日本人就是通过他第一次知道了那段历史的真相。为什么74年退休的时候没有做这件事情，而是在86年才开始做？为什么中间隔了12年的时间？まずね、まずその戦争体験というのは、すべてのその体験者にとっていわゆる負の思い出、いわゆるマイナスの思い出なんだな。だから思い出さずに済むならば、もう思い出さずに起きたいという本能的なものをみんな持っている。だから私もずっと思い出さないように努めてきた。しかし1986年の2月だけれども、